マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢のさらにダイエット効果を高める神レシピがあるんです。飲むだけで健康で綺麗に痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。代謝爆上げ痩せるリンゴ酢ドリンクの神レシピについてお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのか、そのポイントと、2つ目、1日2杯飲むだけで OK です。こちらの代謝を上げて痩せるリンゴ酢ドリンクのレシピを詳しく、材料、作り方、痩せる飲み方、注意点、この順番でお伝えしていきますね。では1つ目の項目はこちらです。なぜこのレシピで痩せることができるのか、その痩せるポイントが4つあります。1つ目はこのドリンクを飲みますとあなたの腸内環境が整うからなんですね。簡単に言うと痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができるからなんです。2つ目、脂肪燃焼効果がある材料を使っています。お楽しみに。3つ目、このドリンクを飲むと便秘改善できますよ。しっかりと腸を動かす力がある食材たちを使うことで腸の蠕動運動が活発になって、結果あなたはデトックスできて代謝が上がりますよということです。4つ目、ここと関連しますが、とにかく体が温まります。そのことで体温がね、たった1度上昇するだけであなたは運動なんかしなくてもなんと代謝が12から13%もアップするんですね。そういったドリンクの力を借りて、運動も大事ですけども、運動プラスアルファ、このドリンクの力を使って代謝を爆上げしていきましょう。では2つ目の項目です。1日たった2杯飲むだけで代謝が爆上げ痩せるリンゴ酢ドリンクのレシピということで、今回はこのドリンクを作るために必要な材料が持つそれぞれのダイエット効果、材料、作り方、痩せる飲み方、注意点、この順番でお伝えしていきますね。まず材料1つ目はこちら、白湯を使います。温かいお湯ですよね。お湯のことなんですけれども、熱々というのはちょっと冷ましたお湯になります。でこの白湯効果はもうとにかくあなたの内臓がめちゃくちゃ温まります。この力を借りて代謝を上げていきましょう。そしてね、その結果脂肪を燃やしやすくなって消化代謝がアップしてデトックス、むくみ改善効果もあるのが白湯になります。では2つ目の材料は生姜を使います。今回はすりおろし生姜を使っていきます。生姜といえばね、体を温める食材、デトックスで有名ですけれども、白湯と生姜のこのパワーであなたの代謝爆上がりしますよ。この生姜はね、脂肪を燃やしてくれる、そして太るもと、血糖値の急上昇もぐっと抑えてくれます。でまた結果体が温まってね、デトックスができるので、やはり綺麗に健康で痩せるためには老廃物を出すことが先決なんですね。それができないといくらいいものを摂っても消化吸収できません。なのでしっかりとね、デトックスしていきましょう。では3つ目の材料はリンゴ酢になります。たくさんあるお酢の中でもダイエット目的でしたらやはりリンゴ酢がおすすめです。その理由はこちら、酢酸の働きが一番強いのがリンゴ酢なので、結果あなたの腸の動き、蠕動運動がめちゃくちゃ活発になって代謝が上がって痩せ体質に生まれ変わることができるからなんですね。他にも脂肪を燃やす力であったり、基礎代謝を上げてくれたり、また血糖値の急上昇を抑えてくれますから脂肪をつきにくくしてくれるんですね。そしてむくみ改善だったり、なんとね、食欲も抑えてくれる効果があります。このリンゴ酢を使っていきましょう。ただここで注意です。太るリンゴ酢があるんですね。気をつけましょう。買わないでください。では逆にどこで痩せるリンゴ酢を見分けるのかなんですけども、もう簡単。例えばこちら見えますか。これはね、ミツカンの純リンゴ酢になるんですけども、見極めるポイントはここ、原材料がリンゴ果汁 100% のみでできているものを選んでください。こちらも裏をチェックするとリンゴ果汁のみなんですね。しかも見えますか、国産リンゴ果汁 100% 使ってくれています。でこちらだと多分全国どこでも置いてあるかなと思うんですが、もしあなたのお近くにイオングループのマックスバリューとかトップバリューですかね、のスーパーがある方はこちら、コスパがいいです。
ミツカンさんのね、私100円ぐらいお得で買いました。こちらはトップバリューのイオングループの純リンゴ酢、これも国産リンゴ果汁 100% のみでできている完全無添加のリンゴ酢で、できればもっとね健康志向な方は有機栽培の JAS マークがついたオーガニックの無添加の香料、着色料、保存料などが一切入ってない、あの濁ったねリンゴ酢、マザーといって、そういったその酵母とかいっぱい残ったままのろ過する前のリンゴ酢もおすすめですが、結構ね今までご紹介したこういったリンゴ酢も 2,3 倍料金がアップしますので、ぜひね長く続けていただきたいですし、まあ、ろ過した後でも純リンゴ酢でしたらどこのメーカー問わず大丈夫ですので、こういった痩せるリンゴ酢を選びましょう。では次の材料はこちら、蜂蜜も使っていきます。これはお好みで結構です。無理に入れなくてもいいんですけれども、やっぱり飲みやすくなって美味しいので私は蜂蜜入れてます。でなぜ蜂蜜なのか、こちらです。脂肪燃焼効果があるんですよ、適量取るとね。もちろん取りすぎたらカロリーオーバー、気をつけましょう。で腸内環境を整えてくれるオリゴ糖とかグルコン酸も入ってますし、何よりも栄養価が高いですよね。痩せるためには栄養をしっかり取っていきましょう。なので甘みをつけたいのであれば蜂蜜がおすすめです。そして最後の材料は塩になるんですが、おすすめはビタミンやミネラルがたっぷり残っている、まあ、岩塩とか天然塩使ってくださいね。精製した後の腎臓に負担をかけるようなね、そういったビタミンとかミネラルがそぎ落とされた後のお塩はダメですよ、体にとって毒ですが、こういったお塩は逆にとっていきましょうね。岩塩です、体の機能調整とか代謝にやっぱりね必要なんです。私たち人間はミネラルですよね。こういったものがちゃんと残ってるお塩をちょい足しで使っていきます。ではここから代謝が爆上がりするリンゴ酢ドリンクの神レシピをお伝えしていきます。まず材料です。こちら1杯分、白湯 200ml、 生姜かっこ、これはすりおろし生姜になります、小さじ1、まあ、約 2g ですね、ご準備ください。そして純リンゴ酢大さじ1、 100% の無添加の蜂蜜大さじ1、あとは天然のミネラルが残ったお塩、ちょっと軽く一つまみご準備ください。では作り方ですが、先ほどの材料をしっかり混ぜたら完成、もうあっという間にできますね。そして最後に痩せる飲み方になります。こちら必ずホットで飲みましょう。冷たいのは腸が冷えて代謝が落ちて逆に太ります。そしてどんなにね代謝が上がって痩せるいいドリンクであっても飲みすぎてしまっては NG です。最高1日2杯までで十分効果があります。そして飲むタイミングは食中食後でお願いいたします。特にね胃腸が弱い方は空っぽのお腹、空腹時にねいきなりリンゴ酢飲んでしまうと具合が悪くなったり炎症を起こしたりしますから気をつけましょう。そしてね生姜はすりおろし生姜ですが1日小さじ2杯まで、まあ、1日2杯なのでね全体の量は小さじ2杯までを目安に毎日飲んでみましょう。そしてリンゴ酢も一緒です。1日大さじ2杯までで十分ですので、この神レシピドリンクは先ほどの材料を1日2杯までで十分効果がありますから、ぜひ毎日続けていきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢をさらに代謝を上げて爆上がりしてね健康的で綺麗に痩せるリンゴ酢を使ったドリンクレシピご紹介しました。あなたのペースで美味しく楽しく続けてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録、またね作ったご感想などなどコメントいただけますととっても励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。